疲れ様です。今日は11月の15日金曜日で、今東工大にみんなで練習しに、来ています。で明日の土曜日の朝9時から、レッドブルフリースタイルフットボールの世界大会レッドブルストリートスタイルワールドファイナルっていうのがあって、日本人ではいぶきさんとこうすけさんとようくんが出るので、めちゃくちゃ応援してるんですけど、明日楽しみで仕方ないんですよね。よっしゃ、はい。今日はいぶきくんとこうすけさんとようさんの真似して、明日のもう RBSS の前座として頑張ろう。うまい。リスペクトする。くんちで、日本人3人の応援をしに、かずねくんちに行きたいと思います。誰が勝つのかちょっと予想がつかないんですけど、みんなで楽しんで応援していきます。わからないけどベスト16の中だと一番なんかちょっとわかんないのがボイカとブリンジャー、ボイカとブリンジャーどっち勝つかなっていう感じで。おはようございます。調子どうすか？調子、ストレートブルで誰が優勝するかなって考えたけど、おー、偉い。結論はもう秋だなって。おあざすあざすやった。そういうこと言うとまた調子乗っちゃうからやっぱり。ちゃんと負けるよ。ウケる。今日の優勝予想、はい、まあ、いや正直、うん、俺はなんか日本人の中で一番強いのはコウスケさんだなって思うんだけど、うん、なんかヨウ君来そうな気がする。そう、ヨウ君は来そうっすよね。なんかヨウ君、いや、ヨウ君の山って A ランドいるから乗りまくってる。あ、そうだね、それもあるよね。ベスト4でどうなるかって感じ。とりあえずいぶきさん、こうすけさん戦でなんとなくいぶきさんが勝つ気がしてきたんだよね。どうなんだろうな。どうなんだろう。でもいぶきさんじゃない、こうすけさん。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。これいらない、これいらない。バトル見たい。あ、リカディニョスウィナー。あー、ウィナー。自撮りじゃなくて、そう、そっちを上げるの、上げるの、いつだろう。めっちゃ文句言う。日本人めっちゃ文句言う。あれ、いや、バイブス高いね。バイブス高い。バイブスはもう余裕で勝ちだよ。いいよ、座りだったら負けないでしょ。いや、あ、いいよ、いけ。うーん、かっこいい。いやー、普通に何すんねんや。いや、いや、いや、決まってんね。いや、決まってんね。そう決まってんじゃん。さすがすぎる。ディエゴウズラに見えた。日本人の王様。ヨージャパン、ヨージャパン、ヨージャパン、挨拶くるくるくる、発音がもうヨージャパンだ。これヨー君っぽいな。だから、じゃあ誰か別で、そうそうそう、生放送しといた方がいい。誰か絶対別で生放送しといた方がいい。あ、びっくりしいの、変更は。はい。
あ、やばい次、コウスケさんがいい。切り替え大事。え？伊吹とコウスケとヨウだったらヨウが一番好きだったね。負けちゃった。負けちゃったよ。えぐいな、このストーリーが立った。ベスト8でこれってやばい。JPFC の決勝がここでやってんじゃん。チャラいわ、ほんま。なんじゃその髪の毛。静岡で切った。かっけえな。え、今ミス。めっちゃ笑ってるやん、コウスケさん。頑張れ。これはストーリー熱すぎ。さあ、来た、いつもの。いい音。いやミスんないんだよね。細かっ。うめぇ。やばい、いけ。おお、やばい。こっち好きそうだな。海外、海外こっち好きそう、めっちゃ。あー、まずは決めるね。ジグザグ、ジグザグ、ステージ落ちそう。はい、ピョン。おーい、うまい、うまい、うまい。たまん、大丈夫。出た。いや、うまい。決めろ。いけ。おー、やばさら。確かにコウスケさんコンボやってながら。でも、伊吹さんの調子。いや、調子いい。やばい。めっちゃ調子いい。ワンチャンあるです。いや、あるな、これ、普通に。いや、ワンチャンあるし。めっちゃ調子いいぞ。ここ、ここ、ここ集中。50度。ここ集中よ。はい、抜いて。これだ、あれだ。いや、調子いいよ。やばい、やばい、調子いいぞ。おお、これはわかんねえ。わかんねえ。わかんねえ。どこどっちだろう、マジわかんない。どっちだろう、どっちだろう。いや、これどっちだろうな、マジわかんない。めちゃやばいよ。緊迫の瞬間やな。コースケさん、伊吹さん、コースケさん、コースケさん。おー、3人3人でコースケさん。おー、めっちゃいいバトルやさすがだ。ナイスバトル。さすがすぎる。いやいや、伊吹さん、よかった。めっちゃ。いやー、バッグ気持ち悪い。それ、Gソウルでやんの。やば、取ってんのか、やば。来るぞ来るぞ、これ乗ってるぞ。もうやれやった方がいいんだ。これ決勝に行くね。お、もしかして。やるの。おお、やべー、えぐい。できんの？できんの？できるんかい？やばい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 。え、リカリにいけるよ。これあるぞ。あるぞ。これあるぞ。おお！やばいやばいやばい。レッツゴー！やばいやばい。これはある。負けるか。これはある。これある。あ、やばい。これはあるぞ。最後最後。おお。あ、でも、でも、あの返しの返しの衝撃やばい。いや、これやべえな。いや、これはかっこよりすげえ。
こんなちっちゃいのにすごいね。こんなちっちゃいのに頑張って。俺らと同じぐらいだ。どっちかな、マジで。ちょっとマジで負けるかもしれないぞ。ついに。え、マジ？おっ！これやばいぞ。おお来た！勝つか。やばい。南米出し、チャーリーだ。これリガルジーナ出しますよ、チャーリー。チャーリーリガルジーナ出す、絶対。おお、やばい！勝った、リガルジーナ勝ったよ。やべえ。マジ、みんなのクリ。そっくり。いや、そっくり。そっくりすぎる。リカルジーナ。お疲れ様です。お疲れ様です。また蹴りましょう。ぜひ。どっちこっち。いや、モチベ高いな。今日俺インドカレー教室行ってくるから使う。は？ちょっと謎す。ふざけてんだろ。それはふざけてる。何？インドカレー教室。インドカレー教室。今回のレッドブル。いやー、まあ日本人はやっぱり、はい、まあすごいオリジナリティっていう面で外人勝ってるけど、やっぱ外人ミス少ないから。そう、それな。そう、ミスがやっぱ少ないなって思う。もうそろそろ日本人やってることの方が真似できないし、難しいって評価されてもいいんじゃないかなって思ってます。なるほど。オリジナリティも難易度としてジャッジは捉えるべき。そうだね、そう難しいね。エランの負けたの結構さ、あのフリースタイルフットボール界的に大きくない？そう ね、 ね、めっちゃ大きい。結構絶対王者的なとこあったからね。そう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 、うん、ちょっとリカルジーニョが純潔はマジで神ってたね。すごいびっくりした。そうね、エアーがもうそもそもすげえ強かったし、2ターン目から爆発的に。でしかも2ターン目あの完全に返したのがもうすごかった。2ターン目だけ、3ターン目だけ忘れちゃったけど、びっくりした。すごかったねあれね。あそこで勝ってて、決勝がボイカとリカルジーニョっていうのがちょっとスーパーボール感めっちゃ満載だったから。そうね、ちょっとね、うん、ちょっ と、 ちょっと、ね、うんってなったけど、まあまあしゃあないかな、まあ、日本人対決と、日本人対決熱かったから、ね、そうね、エーランドとリカルジーニョがベストバウトだったかなって思います。そんな感じだね。来年に期待だな。お疲れです。よし。